った。間に合った。急にお腹痛くなるからやばかったよ。でも、たまたま入ったお店にトイレあってよかった。嘘だろ？今さら何言ってるんだよ。え？隣の人の声かな。焦ってたから人がいるなんて気がつかなかった。はあ？お前がいいって言ったんじゃねえか。なんか揉めてる？ここトイレなんだけど。俺はもうその気で来てるんだよ。今さらダメとかねえぞ。な、一回付き合ってくれたらいいから。隣の人、もしかしてトイレに女の子連れ込んでなんかしようとしてる？そんな時間かかんねえし、やることやったらすぐ帰っていいから。うわ、最低だ。要求が露骨すぎるよ。なあ、無理ってなんだよ。こっちの方が無理だよ。女の子拒否してるのに、すんごい強引な人だな。終わったら、服でも何でも買ってやるって言ったら、お前喜んで OK したよな。急に気が変わったとか言ってんじゃねえぞ。女の子、土壇場で嫌になっちゃったのかな。男の気持ちもわかるけど、そこは諦めてあげないと。は？場所変えるならいいってなんでだよ。やることは一緒なんだから、別に場所なんてどこでもいいだろ。いいわけないでしょ。ここトイレだよ。じゃあ、5分で済むから。話せば話すほどクズ度が更新されていく。俺といるところを誰かに見上げたら困る？なんだよそれ。まさか彼氏がいる女の子を連れ込んだの？それはダメだよ。大丈夫だって、誰も俺らのことなんて気にしてねえしな。だからいいだろ。ダメだ、この人話通じないよ。な、頼む。もうさっさと出て誰か呼びに行こう。あれ？でもこれ流すと隣にいたことバレるよね。さすがにそのまま出るのもダメだし、どうしよう。分かったよ。そっちがその気なら、俺もお前の困ることしてやる。うわー、とうとう脅し出した。コンビニ行っても、もうハーゲンダッツ買ってやらねえからな。脅しがせこいな。頭ん中小学生なのか？ほんと頼むって。プレゼント何選んでいいのかわかんないんだよ。買い物付き合ってくれよ。あれ？上司に流行ってるもんなんて俺わかんないから。なんか思ってたこと違うぞ。お前が付き合ってくれるって言うから安心してたのに。彼女の誕生日明日なんだぜ。この日のためにバイトして金貯めたんだよ。話せば話すほどいい人が更新されていく。ダサい服の兄ちゃんと二人で歩くの恥ずかしいってなんだよ。失礼だろ。妹に買い物頼んでたのか。それにしても妹毒舌だな。とりあえず約束通り来てもらうからな。車に気をつけてこいよ。やっぱりいい人だ。